浄土真宗高田派の本山専修寺を中心に形成された一神殿寺内町寺内町を区画した観豪寺内町とは中世後期から近世前期の日本において浄土真宗により建設された仏教寺院、道場を中心に形成された自治集落のことである。堀や土塁で囲まれるなど防御的性格を持ち、信者、商工業者などが集中した。 寺内町の故障は、町の全域が寺院の境内とみなされたことから生じたもので、三景者相手の商業地として寺院の境外に形成された門前町とは異なる。寺内町は、歴史の中で衰退、消滅していった都市、町も存在するが、現代まで存続した町では、重要伝統的建造物群保存地区制度を活用したとんだばやし、今井のほか、 各自内庁でその歴史的景観を生かした町づくりが行われている。寺内町とは、中世後期から近世前期に浄土新州のほか、禅州、北家州、日蓮州などの各州派により建設された都市である。寺内町の多くは、官護で囲われ寺院等の宗教施設、坊主など宗教関係者の居住域、信仰者たちの町屋敷などで構成されている。 特に、吉崎五房、山品本願寺、大阪本願寺は、支配拠点として戦国期城下町との類似性を見せ、山品本願寺は、日本初の城塞都市と、評価されている。また、大阪本願寺には、ダイヤが建造されるなど、同時代において、その防御性は特筆すべきものであった。各寺内庁の成立は、おおむね中世後期の戦国期に集中するが、 豊臣秀吉の寄震により、天正13年に成立した、摂津国、天馬や、徳川家康の寄震により、慶長12年成立の河内国、八王のように、近世前期に誕生した、寺内町も存在する。建設範囲は、畿内先進地域を中心に、九州、地区全国の博多や北陸地方など、日本列島の広域に及んでいる。寺内町の多くは、領主より、 県団権,権を獲得し、住民による自治が行われていた。また領主から、座特権の公認やくじ、特性、国質、所質などの免除を獲得し、住民の年貢負担も低く抑えられていた。寺内町は、宗教、経済、政治の統合がなされた中世都市の最も高度な達成形態の一つとされ、宗教史、民衆史、 都市市など多方面からの研究が行われている。富田林ば次内長、今井次内長、ありがとうございます。